奴の体を見るんだ。みんな胸の聖杯を狙いな。奴の力の源を断つんだ。幼い頃お前たちと世界を救う英雄になりきって遊んだものだったが、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。まさかナジムの子孫と一緒にご先祖様と戦うことになるなんてね。ダイヤモンドダスト、つくづく不思議なもんだ。さあ千年の因縁を終わらせるよ。これは闇の檻。生きて出られないと聞くが、なんだって。まずい、このままじゃみんなが。あんたたち双子なら光の力で闇の檻を破れるかもしれない。頼んだよ。こんな時に何なのですが、私この冒険を本にしてみようと思うんです。ズバリ題名はトルネコの異世界大冒険。これは売れそうですぞ。体が。聖杯は光と闇、どちらの力も吸い取ることができるんだ。今奴は光の力を吸収してる。きっと何か仕掛けてくるよ。させるか。聖杯を狙え。あいつを助けるんだ。効かぬ、効かぬぞ。たかが人間ごときに我が破れる。なぜだ、我の体が、神をも超えた我が肉体が、ありえぬ。我は終わったのでしょうか。オルネーゼ、オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウルも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。さあ予言の双子よ、聖杯を取り分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超えた定めの通りに。おい、みんなうっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで地上へ戻るんだ。城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければなるまい。予言の終わりと
新たな王の誕生な。ほら。ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者などこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力する。参ったな。あれ、マリベルやミニアたちは？そういえばドルネコもハッサンもみんないない。おかしいね。さっきまでは確かに。あ、探してくる。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。おい。よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。え、帰る？それって、元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう、行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても、勝手な話よね。ザラームを倒した途端、王になれたなんてさ。けど、私は良かったと思ってるわよ。双子の王が、あんたたちで。私もそう思います。お二人が王ならば、きっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、ちゃんとハイムに負けないくらいにね。みんな、おいら帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、またハイムは泣かんぞ。泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ、切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃ出発。じゃあな。お待ちください。絶対また会おうな。絶対だぞ。みんな元気でね。
かな、私たちに。あ、ちょっと、どうしたの？おーし、じわじわたぎってきた。こうなったら腹切ってやる。猛烈に思いっきりガンガンやってやるぜ。ちょっと、今回ばかりはいつもみたいな適当な考えじゃダメなのよ。ちゃんと本気で考え。本気だ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、たぎってきたぜ。